辛味。辛味は味を分類する概念の一つ。日本語では、唐辛子わさび生姜、山椒などに代表される刺激的な味を辛味と表現する。総じて激烈な刺激であって、しばしば耐え難いと感じさせることもある。しかし多くの場合食欲を増進させ新陳代謝を促進する効果があるので、暑さ負けなどに効果がある。 様々な文化で料理に利用されており、特に唐辛子の辛さを好み日常的に多量に使う文化が世界各地に見られる。辛味は料理を調理したり食べたりするにあたって重要な味覚の一つと考えられている。しかし生理学的定義に基づく味覚は味覚受容体細胞にとって敵刺激である苦味、酸味、甘味、塩味、旨味の五種。 ご基本味を指しており、辛味はこれに当てはまらない。神経刺激としての辛味の革新はした、高校のバニロイド受容体、カプサイシン受容体で感じる痛覚であり、これに、他の条件、唐辛子であれば、発汗及び発熱が統合されたものを辛味と呼んでいる。近年、カプサイシン受容体が管理されたが、高校内に特異的なものではなく、全身に分布しており、 また従来の味覚需要器とは別のものであるため、ご基本味が六基本味になることはない。世界各地で特に好んで利用されている唐辛子の辛味は発汗を促し、新陳代謝を促進する効果があると言われている。ただし慢性的な過剰摂取に関しては悪影響が懸念されている。唐辛子を多く摂る韓国、インドのような国では、胃がんの発生率が高く、 唐辛子の過剰摂取との関連性が指摘されている。特に、カプサイシンを特定の物質と共に大量摂取した場合、がんの発生を促進することが、建国大学校の研究で明らかになった。辛味にはいくつかの類型が認められ、基本的には、それぞれ辛味成分の科学的特性に対応している。また、日本語では、強い塩味や、ミント、 炭酸飲料の刺激が強いことを辛いと表現することがある。現在ではこれを辛味と区別して考えることが多いが、古くは過度に刺激的であるといった意味で概念が近接していたものと思われる CF 甘い水と辛い水及び点が甘い点が辛いの対比。辛味またはそれに類する概念は文化によって多様であり、その感覚を どのように分類し、名を与えるかは一様ではない。火器は、その一例である。インド伝統医学のアーユルベーダなどでは6つの味覚、ラサの一つと考えられた。古代中国では、神話五行説により、ゴミの一つと考えられ、カナケと関連付けられた。現代中国語には、日本語の、辛味に対応、または近接する、味の概念がいくつかある。 英語における辛味の対応、近接概念には以下のようなものがある。辛味に対する候補は文化的背景により大きく異なる。世界的に見て料理において辛味を尊重する文化は少なくない。特に朝鮮半島や東南アジア、南アジアの料理にとって唐辛子は不可欠である。カレーなど。特にブータンにおいては香辛料としてではなく具材として 丸ごとの唐辛子を入れた料理が日常的に食べられており、同国の料理は世界一辛いとも評される。中南米でも辛味のあるソースを用いる料理は多いタコスなど、大航海時代のヨーロッパにおいて胡椒が同じ重さの金と交換されたという逸話は広く伝えられている。日本では伝統的にわさび大根ネギ生姜などの辛味を持つ食材が 積極的に利用されてきたが、近代以降は二極化が進み、辛味調味料としてのわさび生が、辛味の少ない食材としての大根ネギという風に、料理の中での位置づけが分かれるようになった。しかし復古的な立場から、あるいは、辛味成分の有用性を強調する立場から、辛味大根のように辛味を復活させた食材もある。また20世紀末以降、 日本でも唐辛子の辛味に対する需要が進み、辛味刺激の強いことを特色とする食品が多数、現れた。これらの食品は、一部の商品名から転じて、しばしば激辛、激辛の子を関して呼ばれる、激辛カレー、激辛スナックなど、特に専門的にこれらの食品に嗜好を持つ場合、激辛マニアと呼ばれることがある。このような辛味自体を尊重する立場と、 カプサイシンの発汗作用を原料と結びつけたり、アリルカラシ油の殺菌作用に注目したりする立場が相まって辛味のある食品、料理はある流行を形成することがある。成人に比べ幼児は辛味のある料理を忌避することが多い。このため、辛味のある食品、料理を渋み、苦味のある食品、料理と並んで大人の味覚と称することがある。 辛みの度合いを定量的に表す単位として、ウィルバースコビルが考案したスコビル値がある。ただしこれは、カプサイシンの含有率を表す値なので、カプサイシンを含まない、唐辛子類以外のものの辛みを測定することは、できない。日本のスナック菓子防空ハバーネロが、世界一辛いスナック菓子として、ギネスブックに掲載されているが、これもスコビル値によって認定されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。